っていらしたわ。久しぶりの水遊びでお疲れになったのね。私もついはしゃいでしまって。どうぞ木陰でゆっくりと休んでくださいな。私ならちゃんとここにいるわ。どうなされたの、マスターったら。食後の散歩の途中よ。穏やかないい夜だけれど、そんなところでうたた寝をされては風邪をひくわ。南国の渚の夢を見ていらしたの？そう、素敵な夢ね。私の歌を聴くうちに安心して眠ってしまったみたい？それはそのある意味光栄ですけれど。でもそろそろサマーハウスへ戻りましょうね。ひどい通り雨だったわね。あなたもずぶ濡れでこんなに凍えてしまって。大丈夫？朦朧としていたわ。まるで無遊病の浮かれガラスのように。そこの廃屋で雨宿りをしましょうか。服が乾くまでぬくもりを分かち合うのも悪くないわ。あ、マスターったらこんなところに。もう、あれほど離れないでと言ったのに。この真相はただの書庫じゃない。禁断の知識たちが眠る極めて危険な場所なのよ。迷ったのはマスターじゃなくて私の方？まあ、言ってくださること。またはぐれないよ。手をつないでいきましょう。ほら、よーく焼けたわ。熱いうちにいただきましょう。ちょっとした最後の晩餐ね。一人分の半分がそのまた半分になってしまうけれど、でも身軽でいいわ。なんだかせいせいするでしょ。まるで舞踏会の絨毯ね。春の香りでいっぱい。ヌタールもノーシもあんなに嬉しそうに。さ、一緒に踊って、マスター。呆れた。そんな交渉がうまく運ぶはずないでしょ。全員後腐れなく墓地に届けて差し上げればいいのに。心配なんて無用だわ。この私がついて。え、一切手を出すの？もう知らないから。それワクワクのザブーン。マスター。マスターったら、また徹夜をなさったの？仕方のないお人ね。もうお若い身ではないのよ。その寝ぼけたお顔を洗って朝食にしましょう。昨夜はどこまで回顧録の執筆を進められたのか、どうぞ聞かせてくださいな。聞こえて、心臓の音。迎えに来てくださらなくても結構ですって、ちゃんとお手紙に書いたのに。まあ、チョコレートのリキュールですって。酔ったりなんかしないわ、ちょっぴりなら。さあ逃げましょう。思っても見なかったわ。
司教様が勇者を幻覚で捕らえる魔物だったなんて。無人島？いいえ、違うわ。マスターがいるのだもの。他には何もいらないわ。見て、見て、見て。ギガ森というのがあるそうよ。カロリー。上手にはできなかったわね。ムマのようにはまだ難しいか。おはよう、マスター。気持ちよくお目覚めになった？悪夢にうなされて生きた心地がしなかった？それは災難でしたわね。ところで、今日は何の日だったかしら？こちらを受け取ってくださったら嬉しいな。私の猫たちにいたずらされないうちに。いたしまして。自信作なの。ごゆっくり賞味してくださいな。どうかしら。すぐ下に乗せてしまってもいいのよ。